ユピテルのポータブルカーナビはメーカー別シェア4年連続ナンバーワン。選ばれ続ける信頼のポータブルカーナビに2017年モデルが登場。豊富なラインアップからお好みの機種をお選びください。2017年モデルは助っ人ナビとしてあらゆるドライブシーンをお助け。それではユピテルのポータブルカーナビの役立つ機能をご紹介しましょう。1つ目はドライブをお助け。地図データは2017年春版最新地図データアップルナビプロ3を収録。全国の新開通道路を収録。最適なルートでご案内します。さらに近年増加するスマートインターチェンジにも対応。最新の商業施設も収録しています。新しいのは地図だけじゃない。ナビ機能もリニューアル。間違って左折専用レーンに入ってしまったことありませんか？右左折専用レーン案内なら音声で事前にお知らせ。走行レーンを間違うこともありません。この先右折および左折専用レーンがあります。側道への案内も追加。300メートル先、右側、直進、側道です。さらに、イラスト表示もリニューアル。大きくわかりやすく、複雑なジャンクションなども迷わない。また、交差点名も音声でお知らせします。300メートル先、宮益坂下を左方向です。ユピテルのポータブルカーナビは操作だって快適。動作が速い快速マップを搭載。高価なインダッシュナビにも劣らずスムーズに地図スクロールできる。静電式タッチパネルモデルなら使い慣れたスマートフォン感覚。地図の縮尺変更も直感的にできる。さらに目的地検索に便利な地図プロット機能。近くのガソリンスタンドを検索しても進行方向とは逆のガソリンスタンドを案内されることありますよね。地図プロット機能なら地図上に候補施設を表示するので進行方向に合わせて一番近い施設が選べます。便利な5ルート同時探索を搭載。お好みのルートが選べます。渋滞にはこれ、抜け道マップを収録。点滅表示でお知らせする抜け道に入れば渋滞を回避したルートでご案内します。文字のサイズは3段階で切り替えができてとっても見やすい。クールな地図表示がお好みのあなたにはサイファイモードをご用意。近未来感や高級感を表現したナビゲーション表示です。2つ目は震災トラブル時にお助け。もしもの時も安心。助っ人ナビ機能を新搭載。震災支援モードにすれば震災時に役立つ消防車発行の帰宅支援マップの情報を地図上にアイコン表示します。表示される情報は全部で15種類。危険箇所や水飲み場、帰宅困難者一時滞在施設などの情報を確認できます。もしもの時に必要な情報がわかるので的確に行動することができます。バッテリー上がり、ガソリン切れなどのトラブル、焦ってどうすればいいかわからない。そんな時はカーレスキューボタン。メニュー画面のカーレスキューボタンにタッチして案内に従って進むだけでロードサービスの専用ダイヤルを表示します。電話がつながったらオペレーターの案内に従ってナビを操作。簡単に現在地を伝えられます。さらにユピテルのナビならロードサービスが1年間無料でご利用できます。パンク、バッテリー上がり、ガス欠などもしものトラブルでも安心。レンタカー、バイクも OK。 3つ目はお出かけをお助け。ユピテルのポータブルカーナビならお出かけ先にも困らない。人気の旅行ガイドブックマップルマガジンの情報を収録。その数約130冊分、重さにして約50キロ。価格に換算すると約10万円以上。マップルが厳選した観光地情報をたっぷり収録。お出かけ先にも困らず、ドライブがもっと楽しくなります。わかりやすいガイド写真は約7万枚収録。営業時間や駐車場の有無も分かって便利。
さらに簡単検索機能お出かけバンクを使えばエリア別旅行ガイドブックの表紙からお出かけ先を簡単に探せます。またサービスエリアやパーキングエリア、道の駅の検索もできて便利。4つ目は安全運転をお助け。6万7千件以上のユピテルオリジナル警告・警報データを収録。オービス設置場所や取締りエリア、事故多発エリアなど様々な交通安全情報を知らせ、知らない場所でも安心。さらに2016年3月末から導入された小型オービスにも対応。独自調査によりいち早く GPS データに登録対応しています。今後取り締まりが強化されるゾーン30エリアにも対応。住宅街などの最高速度が時速30キロに制限されたエリアを地図上に表示します。他にも便利な機能が満載。テレビや音楽も楽しめます。取り付けはとっても簡単。付属の専用スタンドをダッシュボードに設置、本体をセットして見やすい角度に調整したら、あとはシガープラグコードをシガーソケットに差し込むだけ。どなたでも簡単にお使いいただけます。ユピテルのポータブルカーナビ2017年モデルでもっと楽しいドライブを。先端のものづくりと新たなサービスを通して人々の幸せな未来を作る。ユピテル。